は必ず相手が固まってる状態。例えば打撃が来ますよね、はい、固まってる固まってる状態じゃあ相手に殴らせてる嘘やん殴らせてそれをもう一回聞いてください。ここで殴らせてるのかその時点で殴らせてるのかによってかでも分かりますよね。固まってるだから固まってるからパンチが伸びないんです。そういう利点が本当の武術なんです。相手が来る固める当たらない。本当に当てたいんだったらちょっと膝を曲げるとか全身入れたいんだけど固まってるんで次のコンビネーション自体がオフバランスの行きづらいんですね。こういう攻防になってるんですね。パンチ出してもらっても正直勝負です。だからオフバランスになることは打撃にもすごく強いし今こう押しただけでも技になっちゃう。それぐらい大事なことで、これを知らないからパンチが来てもらってそれを攻防してもいけるわけですねやっぱりオフバランスをかけなきゃいけないんですよオフバランスをかけないと終わらない。はい、じゃあ、はい、それをまあ、体で分かってもらうためにねこの辺の人が味わってじゃあ皆さん座学でってわけにいかないからよ、はあ、やってもらいましょうと。今言ったように物なんですよ。よく考えたら当たり前ですよ。私はよね、でもなんでそれを使わないのかってこれで気にかけてるんでしょ。こっちの方が強大なエネルギーがある。でもそんなことないんですよ。生命が誕生する前に物理法則だから根源的なものは物理法則です。生理反応とか心理反応とかっていうのはこいつがあるから生まれます。こいつを操作すれば心理反応とか生理反応も含めて根本的に改善してくるんです。かっこいい、かっこいい、ね、だから根本的に改善、かっこいい、それをかっこいいよ今なんか知らんけどすごくかっこいいガリレオ見てる実にかっこいいそういうことなんです、ね、そんな感じ根本的な部分を見直さない。だから物理法則わからない。つまりいつも